久兵衛光利は世に知られ、宗則以降も代々将軍家の師範として幕末に至った。一方、歴秀斎の嫡孫兵庫之助利利、その子前夜利兼の系統は旧徳川家に仕え、代々家臣となった。前者を江戸柳生、後者を尾張焼きという。大坪志法先生は昭和26年年長より八代利治直伝伝書に奥書き、それ以上を付した師範一家を受けた。伝統は大坪達方先生より武藤正雄先生、さらに梶塚靖先生へと伝承されている。ご縁でございました。続きまして第2会場、竹之内流鳥で腰の周りのご縁でございます。予告を領する上司であった。流儀の当主は天文元年である。有事は3段にわたって耐えていた。元和6年後、天皇に戦乱を賜し、関白近衛公から駐輪に命じられ、その下砦会山の五輪氏と漢の紫紐を排除した。竹之内流の爆術で紫縄を使用するのはここから始まる。竹之内流は総合武術であり、鳥で腰の周り小太くを使って爆術。現在の孝一郎の交流当時も技と心が伝承されており、その道場自体は竹之内流発祥の地として岡山県に指定的になっています。第一会場。